ポップティーン TV。 武田真嗣です。アンケートはひまりによろしく。ハンバーグ。はい、ウッディです。はい、ずっと目をつぶりながらテストを受けるので0点だとは思うんですけど、アンケートはウッディじゃなくてアンケートはヨッティによろしくお願いします。ウッディっぽくみんなと仲良く頑張ります。仕事ありえよみんな、あやみにアンケートよろしくね。どうも、クッキーです。テスト、頑張りたいと思います。よろしくね、アンケート。シャワーを浴びるときはオーラから洗います。ローランです。今日にアンケートよろしくお願いします。東アジアの女性ぐらい、全員幸せにしてやります。わわわわわわ。私はランプのせいジーニー。はい、私は誰でしょうっていうかジーニーなんですけど、今からねテストを受けるということで頑張っていきたいと思います。クラちゃんです。わわわすげえ嘘だな。です。はい、今日はね、雨なんですよ。なんで日だ。皆さん、アンケート絶対やった子に書けよな。最近蒼井優さんと結婚いたしました山里亮太です。今回古田愛理さんっていうポップティーンのモデルがいるんですけど、古田愛理さんにぜひ、アンケートを書いてくれたらこちらとしては嬉しい限りです。何色の何皆さんこんにちは、ゆきぽよです。イエーイ。とりあえず今日は渋谷でプリ取ってここに来たんでちょっと疲れてるんですけど、とりあえず頑張りたいと思います。では皆さん、私に投票よろしくお願いします。あげていくよ。次世代モデルバトルバカテストスタート。え、なんでみんなマジテンション低いんだけど、ついていけない、どうしよう。え、マジ100点取れるだしんよ。え、マジ大丈夫。え、マジ大丈夫だし。うん、オッケーオッケー。で、まあ調子乗っていきましょう。うん、大丈夫。ゆきぽよさん大丈夫ですか。うん、大丈夫。20点いけばオールオッケー。ジーニーはなんて喋ったらいいかがちょっとわからなくなっちゃったので、とりあえずスリスリしたの。ちょっと何言ってんのかよ。いいじゃん。とりあえずなんだっけ、ウッディ。ウッディ。ウッディ。ウッディどう。てか眉毛が出てるけど大丈夫。目がピクピクしてる。武田さん今日も筋肉いいな。肩幅が大きくなりました。かっこいい、マジかっこいい。なんて日だ。
え、ありがとう。では始めましょう。何色の何？みんな行くよ。バカテスト。わからないだし。わかんねえんだよこれ。わかんねえこれ。マジ無理こんなの。本気わかんないんだけど、ちょっとどうしてくれるの。まあとりあえず20点取れればいいかなっていうところ。次でちょっとわかんないんですけど、ちょっと頑張りたいと思います。何色の？何？柴田理恵です。ちょっとわかんないんですけども、あのね、この頭を使って頑張りたいと思います。柴田理恵です。行こう。僕ってこう見えて英語7年間習ったんですよ。でもわからない心。何色の何知らねえよ。どういう感じでプロポーズするんですか。私にはもう答えられない。今テストに集中してるので、それはすみません。プロポーズどんな感じですか。いや、今テストに集中してるので、それは事務所通してもらっていいですか。すみません、事務所通してもらっていいですか。うるさいんだけど、わかった。赤のスカーフ。やばい。ね、ちょっと待って。今のの。え、ちょっと違う。これはあの。そうそう。ちょっと。する。する。あ、ちょっと。結婚したね、おばちゃん。マジギャルが好きらしいよ。にぃー。ゆきにぃー。チューした。夢の中で。やだマジで。やだ。終わった。終わりだしよ。2時間目のテスト終わりました。イエーイ。どうでした皆さん。マジ難しすぎだしよ。もう顔を脱皮してるらしいよ。それなりしやすい。脱皮しまくってるよね。うち日本の世界わかんない。確かにそれわかんない。あ、女性の心を黒くよりかはまた言ってるよ。まず何武田さん。筋肉で語る系だ。やっぱりあの寝起きってことをゆきくらさんに言われたから、ちょっと拗ねてるから。うん、やだ。うん、はい、やだ。ねえ、やだ。喧嘩しないで。やだちゃんは、まあ、ね、
さんだからさ。疲れてます。小峠さん、小峠さんお願いします。小峠は、小峠はもうさ、学校でやってたのもう何年前みたいな。次の動画も見てね。バイバイ。